皆さんこんにちは、しのたんです。はい、ということでですね、皆様、私髪の毛を切りました。イメチェンしました。どうですか？結構バッサリいきましたね。15センチ弱ぐらいは切ったかなという感じなんですけれども、特にまあなんかすごいこれって言った理由はないんですけど、ずっと前から私このぐらいの長さでこうパツッと髪の毛を切ってる女の子がすっごい可愛いなと思ってて、いつか私もやろうかなと思いつつ、まあでもなかなかちょっと勇気が出なくて、今までセミロングぐらいかなをずっとキープしてたんですけど、ちょっとそろそろ飽きてきたと思って、なんかちょっとイメチェンしたいなって思ってた時に、あ、そういえば私この髪の毛やってみたかったんだと思って、夏ですしバッサリ行こうかなと思って切ってみました。もうほんとパツっていう感じで切ってもらってて、カラーとかは前のあのアンブレラカラーとそこまで変わってはいないんですけど、外側はブロンドのまま、金のままで、中がね暗めなんですけど、ところどころにハイライトを追加してもらってっていう感じでしました。あとは根元のところもちょっとハイライトを入れて、クリーンを目立ちにくくしてみました。いかがでしょう？私的にはねすごい気に入ってます。ただね、やっぱりすっぴんになった時におかっぱヘアじゃないですか。だからすごいなんかあれだなと思ったんですけど、まあでもこうやってね化粧もバッチリ決めて、髪の毛もこれ今オイルつけてるんですけど、オイルとかつけてセットしたら意外と良いんじゃないかなと思っているんですが、どうでしょう？もうなんかすごい真夏ですね今、学校と相まって。まあそんな感じでイメチェンをしましたっていう報告と、今日はですね本題はメイクでございます。このメイクが前インスタグラムでめちゃくちゃ好評で、まあ、今回のポイント的にはやっぱりこのブラックのアイシャドウなんですけど、今まで私ブラックって全然使ったことがなくて、なんかちょっと偏見でブラック使うと汚く見えちゃうんじゃないかとかっていう偏見があって、ちょっとあんまり使ってなかったんですけど、前あげた Y2K メイクあったじゃないですか、2000年代のメイクを再現するっていう動画、あれでスモーキーメイクみたいな感じでやった時に、意外と可愛いかもと思って、ちょっとブラックもワンチャン使ってみてもいいかなと思ったんです。でパッてやってみたメイクがめっちゃ可愛くて、私的にもすごい気に入ってたので、ストーリー上げたら結構知りたいって言ってくれた方が多かったので、今日はメイク動画を撮ってみました。ただですよ、ただストーリーズでもみんなに質問したんですけど、その私が使ったアイシャドウっていうのがちょっと期間限定のものだったりとかして、今手に入らなさそうなものもあったりとかするんですよ。そんなのでちょっとそこだけが申し訳ないんですけれども、私が持ってるアイシャドウで似ているものがなかったので、もしなんか今回私が使ったアイシャドウで似てるの知ってるっていう方いれば、コメント欄とかでもねぜひシェアしてくれると嬉しいです。はい、ということで今日はねこのメイクを紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。カラコンはこちらのリーフっていうグリーンっぽい感じのカラコンを使っていきます。じゃあまずは日焼け止めを塗っていきたいと思います。まあ、夏なのでね日焼け止めも必須になってくるかなと思うんですけど、やっぱり紫外線ケアはね大事だなと思う日々常々です。はい、じゃあナーズのファンデーションを使っていきます。このファンデーションなんですけど、めちゃくちゃ綺麗についてくれて、もちろん密着力もすごくあるし、あと結構ツヤっぽい感じのファンデーションになってるかなと思います。でスキンケア成分もすごい入ってて肌にもよくって、ナチュラルなつき方なんですけど、しっかりとカバー力もあったり肌も綺麗に見せてくれて、すごく大好きなファンデーションです。ではアイシャドウに移っていきたいと思います。まずはこのナーズのアイシャドウパレットを使っていくんですけど、このアイシャドウパレットはね最近出たパレットです。まずはこのカラーをベースとしてアイホール全体に広げていきます。そしたら続いてこちらのカラー、ちょっと濃いめのカラーを二重幅にのせて、ちょっと深みをね出していきたいと思います。でこのアイシャドウなんですけど、このアイシャドウがちょっと2年前ぐらいのものかなになってて、今ちょっとね限られたサイトでしか売ってなかったんですが、これのねブラックカラーを使っていきます。このブラックがちょっとラメが入ってたりとかしてすごく可愛くて、ブラックは一気にガッてつけすぎちゃうと失敗する可能性が高いので、なるべくこう回数を分けて重ねていきながら色の濃さを調節していきます。筆に取って下目尻の方にも入れていきます。入れるのはね目尻側半分ぐらいのイメージです。上下ともあんまり入れすぎても真っ黒になっちゃうかなと思って、普段使いがしにくくなっちゃうかなと思うので、この半分だけ入れていきます。でまたさっきのアイシャドウパレットに戻って、この明るめのカラーを涙袋にのせていきます。そしたら続いてこちらのカラーを涙袋の影として使っていきます。すごく発色がいいのでつきすぎには注意してください。
で、肝心な目頭のラメなんですけど、このズーシーのパレットのこのカラーを使っていきます。これがね、結構大粒なラメでシルバー系のラメなんですけど、すごい可愛くて月もいいので、結構ピンポイントにしっかりついてくれて、とても可愛くてお気に入りです。ビフォーアフターはこんな感じです。アイラインはメイベリンのブラックのアイライナーを使っていきます。これで今回私はちょっと跳ね上げっぽい感じのアイラインを作っているんですが、まあ、アイラインは別に自分の好きな形、目に合った形でいいかなと思います。で、マスカラもこのクリニークのマスカラなんですけど、カラーはもちろんブラックを使っていきます。やっぱりアイシャドウにブラックカラー使っているので、マスカラだったりアイライナーはちょっと濃いめのブラックぐらいの方が目が引き締まって可愛いかなと思うので、ブラウン系よりはやっぱブラック系の方がおすすめかな。そしたら眉毛を描いていきたいと思います。このアニベンっていうブランドのアイブロウパウダーなんですけど、2色を少し混ぜて、まずは眉尻の方を描いていって、で残ったパウダーで目頭の方までいく感じかな。そうするとうまくグラデーションが作れると思うので、眉頭を描くときは特にパウダーとかは付け足さずに、残ったパウダーで薄めに描いていきます。で、眉毛の形もね、ちょっといつもの私の平行っぽい眉毛とは違って、若干右上がりになるような感じでやってみました。その方がやっぱりクールな印象が出るかなと思います。そしたらアイブロウマスカラをしていきます。またこのアイブロウパウダーに戻って、この右側のちょっと薄めの方のカラーをノーズシャドウに使っていきます。ノーズシャドウはね、もう手でやっちゃいます。私結構ピンポイントについてくれるので、意外とね綺麗にできますよ。おすすめです。そしたら NARS のこのパレットでシェーディングを入れていきます。シェーディングはまあいつも通りこの頬骨の下あたりとフェイスラインに入れていきます。で、このパレットのチークもそのまま使っていっちゃいます。チークは割とこういうピンク系の可愛らしい感じのカラーを持ってきても可愛いかなと思ったので、今回はこのピンクのカラーを使いました。そしたらハイライトを入れていきます。この大好きなメッタインワイルドのメガグロールースハイライティングパウダーなんですけど、これマジでピッカーンってなるのでつけすぎにはね注意なところもあるぐらい、本当に綺麗に発色してくれるハイライトで、とっても大好きです。すごくパーンと光ってくれるので、このブラックのアイシャドウともうまくバランスが取れるかなと思って、今回こちらを使いました。最後はリップですね。このリップめちゃくちゃ質問あったんですけど、これがねめっちゃ可愛くて、塗り心地もすごく軽やかで発色もいいし、すごく絶妙なカラーなのでとてもおすすめです。ということで、これでメイクの完成でございます。はい、ということでこんな感じでメイク完成いたしました。今回のポイントはやっぱりオープニングでも言ったように、このブラックのアイシャドウがポイントなんですけど、ちょっと何個か注意する点があって、ブラックのアイシャドウって結構モード感が出ると思うんですよ。すごいかっこよくて雰囲気が出るアイシャドウだと思うんですけど、逆にそうだからこそ普段に使いにくかったりとか、強めの印象になりすぎちゃうっていうので使いづらいっていう方もいると思うんですけど、今回私がやったみたいに目の半分だけ、目尻の方だけブラックのアイシャドウを入れてあげて、でしっかりとこうぼかしていくっていうのがやっぱり大事になってくるかなと思います。で、まあ、今回ナーズのねアイシャドウ私は使ってたんですけど、あのアイシャドウ結構柔らかめなんですよね。テクスチャーが硬めの本当にもう粉っぽいサラッとしたアイシャドウとかもあると思うんですけど、それよりかは多分ちょっとしっとりしていた方がうまくついてくれるかなって思います。あんまりサラサラしすぎてると逆にぼやけすぎちゃってくすみっぽく見えちゃったりとかっていうのもあると思うので、サラサラっとしたアイシャドウよりはちょっとしっとりとしたアイシャドウの方がいいかなと思います。ブラックのアイシャドウに目頭のラメを入れるっていうのがやっぱりすごいポイントで、私的にかっこよめのメイクに大胆にラメをね入れるっていうのがバランスが取れて可愛いなと思ってて、この目頭のラメって私もね何回かメイク動画でも使ってると思うんですけど、やっぱりね可愛いんですよ。なんかわかんないけど私はすごい好きで、多分ハイライトっぽい効果で目が自然と近く見えたりだとか、あとやっぱこのキラキラっとした感じがすごく可愛いし、抜け感が出ると思うんですね。これがないと多分ブラックのアイシャドウでね、よりスモーキーなかっこよくはなると思うんですけど、ラメを入れてあげることで抜け感が出るので、ブラックを使っても重たすぎずにアイメイクができるかなと思います。であとはやっぱリップですかね。リップはちょっとヌーディーなものを使ってます。私普段結構マット系のリップが多いんですけど、今回はねこうツヤのあるようなリップ
を使っていたと思うんですが、マットでももちろん可愛いと思うんですけど、ツヤっとした色を使ってあげることでセクシーな印象になると思うんですね。ブラックで目元はかっこいいのに、ちょっと口元で引き算でヌードな色を使うっていうこのバランスが私はすごく好きなので、今回はこのリップを使ってます。マットが好きっていう方だったら、私が持っているリップの中ではメイベリンの255番、ボニーコレクションのやつなんですけど、多分まだこれ Amazon とかで買えると思うんですが、これとかもねすごく可愛くなると思います。まあ、でもアイシャドウにカラーものピンクとか赤オレンジとかを使っているわけではないので、まあ、ブラウン系のね色を使っているので、割と唇のカラーは何でも合うと思います。ピンク系でもオレンジ系でも合うと思うし、赤とか深い赤とかでも可愛いと思うので、そこら辺は好みになってくると思うんですけど、私はヌードリップが可愛いかなと思って今回こちらを使っております。はい、ということでこんな感じかな。ポイント的にはやっぱり目元がガッて印象が出ると思うので、他のところをちょっと引き算したりとかツヤを出したりとかして暗くなりすぎないようにするのがポイントかなと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。